ジョバンニ・ジュニアさん、お願いします。なんだ？なんだ相手のパーティー？アローラか？アローラ地方のポケモンが2匹もいるぞ。これはサンダーでダイマックス切ろう。ファイヤーは裏から出そう。なんでサンダーかっていうと、ライチュウがほっぺスリスリをしてくるから、そこをラムの実でストップして、でライチュウとクワガノンか、だからクワガノンに眠り粉を打って眠らして、でダイジェットライチュウに打って、みたいな よくわかんないけど で、ファイヤーは絶対必要。クリセリアがいるから。で、あとギャラドスなんだよ、問題は。問題児ギャラドスでしょ？いや、まあ、フリーザー、リザードンよりはフリーザーの方がいいよな。あれ、これやっぱさ、ガラル山頂だけだったらいけたってことはさ、やっぱ、御三家ダメなんじゃね？もしかして。お、ちょっと待って、俺の一番考える最高の感じで来てくれたよ。うわーと思ったけど、やっぱギャラドスが違うんだな。うわー待って、これ威嚇じゃないじゃん、あのギャラドス。うざー。さっきの想像してた感じでいくと、もこれが決まんなかったら負け。いや無理そう、無理そうじゃないですか。ちょ、パン食べます。決まった。あ、決まってなーい。あ、不思議マナーがダイマックスだと思ったってこと？あ、そういうこと？なるほどね。ってことはじゃあ高校で眠り粉売ってるってことじゃん。うわ、これ外してほしい。マジ外してほしい。出た、バッテリーが少ない。なんか充電ができないんだよね、これ。お、外した外した外した。あ、違った、シグマナに打ってたのか。とにかくシグマナがダイマックスすると思ったってこと？お前さ、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 お前さん。え、お前さん。え、マジ？ え、お前さんマジ？二連粉外しマジ？ちょっとギャラドス止めたい。うわ、とりあえずギャラドス止めときたい。ギャラドスさえ止めれば。ちょっと待てよ、ギャラドスってそばさ80だよな。シーバンっていくつ？ 78？ ぐらい。
や待って、今どっち勝ててたらまだ勝機あったから。ああダメだ。いやまだ諦めちゃダメだ。諦めちゃダメだ。結構入るね。もうクレステリアほっとこ。生きた。どうどうどう、ラムじゃない。欲しい時にくれるね。どうするか、眠りかな。欲しい時にくれるよ、やっぱり。ちょっとリフレクターされたの うざいかも。いけ。完璧なんですけど。細い糸をね、いっぱい通してる今。俺が想像してた糸が、細い糸がいっぱいあるんだけど、その細い糸全部通してる今のところ。完璧な立ち回り。まあクレセリアはもう本当にファイヤーがいるから何とも思ってなくて、正直そっち側なんだよ問題は。クワガノンな。オッケーオッケー。クワガノンもまあブレイブバードで、まあ眠り込んでいいかな。とりあえずクワガノンか。うっ、えっ、ちょっと待って。あ、え、これまずい、これまずいね。あ、これまずいね。あ、これまずいね。これやっちゃったね。これまずいね。ちょっと待って、え、あれトリックルームって禁止技じゃなかったっけ。禁止技じゃん。うわうわ、クレセリアを放置しようとした俺のミスがなんか急にグッてきたよ。うわ、クレセリアって放置しちゃダメだわ。そういえば、そういえばクレセリアって放置しちゃダメだよね。いや、ここはフリーザーから、はい、ちょっと待って。いや、ファイヤーだったら間違えたかも。うわ、ちょっと待って、間違えたかも。うわ、ちょっと待って、ファイヤーだったな。まあでも次ファイヤーになるか。やべ、こう守らされたらマジでグイって。お、攻撃してきた。フリーザー耐えろ。無理かー、無理かー、あ、無理かー、そっか、無理かー、そっか、無理かー、耐えないかー、そっかー、無理かー、あ、無理か、そっかー、そうなんだねー。うわ、きついなー。リフレクターなくなったとはいえ、お、待ってよ、でもライチュウの方が遅いじゃん。ん？今トリックレモカだとライチュウの方が遅い。だから一番早いのがクレセリアで、
ファイヤーの方がライチュール。頼む、そうあってくれ、そうであってくれ。ファイヤーの方が先、ファイヤーの方が先、よし、ファイヤーの方が先、よし、イエス、最高最高最高。もうどうせ未来予知で倒れるから。ありがとうサンダー。最高最高最高。何白い霧って。何？白い霧？どういうこと？なんだ今の全部。なんかいっぱい処理あったよ今。いや今のターン普通に燃え上がり借りでよくね。なんで俺今まあ回復されるかなと思ってね、ちょっと打ったんだけど、ん？まあいっか。虹色の宝銭か。